はい、どうも山さんです。今回ね、むちゃくちゃ美味しいね料理作ります。缶詰のね、ツナ使うんですよ。油入ってる方のやつね。これでね、むちゃくちゃ美味しいね油飯作っていきたいと思います。これをね、食べた瞬間にね、もう皆さんね、癖になること間違いなしですね。それではね、今からね、作っていきましょう。はじめに白ネギ用意してもらいます。だいたいね、2、3センチぐらいかな。中の方もね、全部使っていきましょう。そしてね、生姜、生の生姜がいいですね。もう皮はね、取らずに、まあ 5g ぐらいですかね。2つとも細かく切っていきましょう。もう長ネギの切り方は全然何でもいいですよ。細かくね、なったら全然問題なしですね。まあザクザクザクっと、こんな感じ。はい、生姜の方もね、細かく切っていきましょう。ちょっとね、大きすぎたらね、加熱ね、火取らないんで、なるべくね、小さめに切っていきましょう。食感と風味がね、またいいんですよ、これがね。具材はね、これだけですね。あとは、レンジでチンするので、小さめのね、ボウル用意してもらいます。そこに、先ほどの、ツナね、全部ね、汁ごと入れちゃいましょう。これがまたうまいんですよ。で、味の決め手なんですけど、はい、黄金の味ですね。杉薬局のシール貼ってますよ。はい、大さじ3入れていきましょう。もうね、焼肉のタレ自体がね、すごくね、味がついてるんですよ。しっかりね、混ぜます。この時点で美味しいやつ。はい、ありがとうございます。そうしたら、このままね、ラップせずに、600ワットで1分半加熱していきましょう。こうすることによってね、ネギもね、生姜もね、火が通ってね、むちゃくちゃ美味しくできるんですよ。好きなね、お茶碗一つ用意してもらいます。ご飯はね、好きなだけ入れてください。僕はね、ガチガチの冷凍してた。ね、ご飯、レンチンしました。ね、好きなだけ入れてくださいよ。ここにね、さっきのね、出来上がりの、あれを入れていくんですよ。はい、これですね。もう美味しそう。匂いがいいんですよね、まずね。ちょっとかき混ぜね、味見。これうまい。シャキシャキでね、またいいですね、これがね。そしたら、ぶち込んでいきましょう。もう好きなだけ。もうてんこ盛り。もう全部入れちゃいましょう。もうね、革命が起きましたね。ありがとうございます。むちゃくちゃ美味しいですからね、これ。ほんまに作ってください。作り方これだけです。あとは、もうね、好きなだけ。海苔ね、まぶすなり、何でもしてください。僕はね、いりごまとね、海苔をね、パラパラっとかけて出来上がりです。はい、いただきます。これ見てくださいよ。すごいでしょ。むちゃくちゃ美味しいですからね。はい、つゆだくですね。はい、美味しい。そこにね、マヨネーズかけるんですよ。反則技です。ありがとうございます。これがね、革命、悪魔。ほんまにうまいから。次にね、さっぱりしたい方、レモンかけちゃいましょう。さっぱりしててね、これもいいんですよ。マヨネーズとね、レモン、どっちもね、かけてね、味変を楽しんでみてください。これ食べたらね、もうね、無理ですわ。皆さん、一度ね、作ってみてください。